これはペンディラムウェーブという実験です。長さの違う振り子を並べ、同時に手を離します。時間が経つにつれ、振り子のウェーブがどんどん変化していきます。さらに待つと、振り子の動きが最初に戻りました。これは振り子の長さによって1往復する時間が変わることを利用しています。